茶道の知識シリーズ第21回、帰任立て。帰任立てとは、現在茶の湯では帰任と尊称するお方は皇族の方々のほかに世の中のために功績があって勲位を授与された方たちのことを言います。そうした身分の高い方にお茶を差し上げる時の手前を帰任立てと言います。帰任とは、帰任とは官位の高い人のことを言います。日本でも戦前までは宮中を中心にして官位が定まっていました。明治憲法施行までは1位から8位まであり、それぞれに正10があって16階の階級がありました。現在の位階、現在の日本国憲法にも位階令があるのですが、華族の廃止によって新たな叙位は追嗣や少女だけになっています。第二次世界大戦以降は個人にのみ与えられるようになりました。個人となった歴代首相では正2大勲位に叙された人が多いです。小渕恵三氏、橋本龍太郎氏、竹下登氏などです。なお安倍晋三氏は一つ上の11位大勲位になります。茶道の世界では、表千家では昔は大天目が正3位以上、大飾りは16位以上13位以下の帰任に使われましたが、現在はその別はないそうです。裏千家では帰任立てが成立した18世紀頃、正3位以上の帰任に茶を出す機会がなかったので、そもそも帰任の別はなかったというのが定説のようです。帰任立ての特殊な名称、帰任畳。帰任が座る畳で神聖な場と認識します。高槻、薄茶帰任立ての東式で、碗型や皿型の器に足がついたものです。帰任台、帰任に茶を供するときに使う生地の台で、天目台の一種です。帰任茶碗、帰任立てに使う茶碗です。商売者同伴の時、茶碗は客ごとに使い分けができて、茶碗の格は天目茶碗は真の格で天目台に乗せて使います。天目以外の茶碗、和物、高麗物、唐物磁器は層の格で、通常は台に乗せないのですが、時代や状況により台に乗せたりします。余談、無事これ帰任という前後があります。無事とは仏や悟り、道の完成を他に求めない心のことです。帰任とは尊ぶべき人、すなわち仏や悟りのことになります。つまり仏への道を邁進するといった意味になるようです。帰任は帰任でも、こちらは意味が違います。裏千家ホームページの一問一答より1、9一帰任立てで道具を拝見に出すとき、濃茶では茶杓を仕覆の上、薄茶では服紗の上に乗せて出すのはなぜですか。 H、 帰任立てでは茶杓は帰任のみに使ったものです。それゆえ畳に直接置きません。また亭主側の人間である半頭が帰任に取り継がせていただくということから、特別の茶杓と考えて仕覆、服紗に乗せます。帰任清継の場合は、帰任だけではなく、お供にも同じ茶杓を使いますし、客側の人間であるお供が道具を取り継ぎますので、へりくだりすぎることはしません。ですから、仕覆、服紗には載せません。裏千家ホームページの一問一答より2、9に、帰任立てを終えて帰任茶碗を引き、茶道口で帰任茶碗を置き、帰任に一礼するのでしょうか。 A2 帰任立てでは薄茶濃茶とも茶碗を引いて茶道口で一礼することはありません。帰任に一礼するのは帰任清継の場合です。